テキサス軍はアメリカ合衆国オクラホマ州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2万640人であり、2000年の2万107人から2.7%増加した。軍庁所在地は外門市であり、同軍で人口最大の都市でもある。テキサス軍はオクラホマが州に昇格した1907年11月16日に、 旧ビーバー軍が3分割されその中央部分に形成された。軍の設立が1907年のオクラホマ州憲法制定会議で承認された時、軍域全体が1850年にテキサス州からアメリカ合衆国に譲渡された地域に入っていたのでテキサス軍と名付けられた。1850年から1890年までこの領域はいかなる州にも入らず、 測量も行われず、軍区など、小区分に分けられることもなかった。1890年から1907年は、オクラホマ州、ビーバー軍の一部だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は2049平方マイルであり、この内陸地は2037平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は0.57%である。 外門空港は外門市が所有する公共用途空港であり、市の中心事業街の西に帰りに位置している。テキサス軍は隣接する州と同じ名前を持っている。このような軍はアメリカ合衆国内に4軍しかない。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。